まあ雑談っていうのは時代区分のね、ことなんですけど、ね、その前に、今株がね、上がったり下がったりしてますよね。それで、ブラックマンデーの再開だとかってね、新聞に書いてますけどね、この前のブラックマンデー経験した人はいるんですかね。この前のブラックマンデーは、1987年、何月だったんだろう。こちらの日ね、家にいましてね。インターネットはね、まだなかった。なかったな。短波放送聞いてたんかな。インターネットあったんかな、1987年。いや、なかったような気がするな。37年前か。37年前というと、その頃、22やった人は、37たす22は、37たす22は、59、60歳か。え？ ほんまかな？本当ですかね？59。そうすると、ブラックマンデーをリアルで経験した人は60歳なわけだ、今ね。あ、ないですね、インターネットね。ないです。私の頃、株のデータは、有線からダウンロードしてましたね。ってことは、短波放送しかなかった ですね。有線の短波放送しかなかったわ。だから、新聞にね、ブラックマンデーの再来とかでね、言ってますけどね。全然違いますね。あれ、ブラックマンデー体験した人、体験したことない人が、4000円下がったという、それだけで記事書いてるんやね。皆さんの中に、ブラックマンデー、リアルタイムで経験した人はいます？ 私、その日なんかね、もう勤めてたんですけどね、年休取ってたかなんかでね、家でね、短波放送を聞いてたら、日は本当にすごかったですね。なんせ9時から始まって、東京市場、全く値がつきませんって。気配すら出ません。でね、12時間ぐらい経ってからだと思いますよ。前場の終わりの方、NTT にやっと値段がついた。その時も、うわー、やっと値段がついたって。もうひょっとしたらこの日はですね、全銘柄、ストップ安。値付かずのストップ安。値付かずのストップ安って怖いんですよね。値段がつくとね、一応そこで生産できるでしょ？ところが、信用取引やってる人ね、信用取引やったことあります。あ、この頃はね、バブルでしたからね、みんなやってました。ほんで、ほとんどの人がね、バブル崩壊で大損こいてね、やめたんですね。1987年というと、私はね、35歳ですからね。いや、もうほとんど全部株やってましたよ。この時期は。今のね、70代の人は、ほぼ、株やってたと、思ってもいいと思いますね。それで、ブラックマンデーって実はね、こうなったんですね。で、そっから、こっからバブルが弾けるんで、ここがブラックマンデーなんです。まだね、多分ね、2万何千円かだったと思いますよ。で、ここが、歴史的高値。野村証券がね、来年はダウ6000、
ダウ6万円だとかってバカなこと言ってる。で、この大納会の3万8900円。ここからね、下がっていったんですよね。で、ブラックマンデーでこっちはで言うとんでしょ？こっちがバブル崩壊ですね。ブラックマンデーって新聞に書いてる人ね。あ、絶対ね、知らないで書いてるわ。あ、今年もね、やつ、確かに2割ぐらい下がってましたけど、朝からちゃんとね、今年ヤフーファイナンス見たら、ランキング値下がりトップ、大和証券、20%安とか言ってね、え、20%も下がるんかよ、と思ったけど、まあ値段ついてるやんか、ってね。ブラックマンデーの時は、本当に全部値段つきませんでしたからね。値段つかないと困る、怖いんですよ。皆さん、株、やってはりますかね。特にね、信用で買ってるとね、ここで買ってね、下がっていくでしょ。100が80に落ちたら、多分、掛け目割ると思うんですよ。これではね、信用の保証金が足らなくなって、で、強制的にお金入れてくれって言われるんですね。保証金増やしてくれって。で、保証金増やしてくれないとなると、じゃあ向こうが強制的に決済しますよって、決済しようとするんだけど、これ値段がつけばね、多少損してもこう現金に変わるんですけど、値段がつかへんやつってのはね、明日に持ち越しになるんですよね。で、その次の日もまたガーッと下がっていくわけでしょ。これは怖い。本当にやばい。と思いますけどね。で、ブラックマンデーの NTT に値段がつくまで1時間半ぐらい、もう何にも値段つかんとね。で、その日の夕刊ね、株式欄、午後は値段ついたんですけど、午前中の分で夕刊出るでしょ。そしたら、株から見たらね、全部横線。値段つかず、値段つかず、値段つかず、値段つかず。あの新聞はすごいですよ。あの一日しか見たことないです。あんなんね。で、それに比べるとね、今年のはね、あれ4000円だって、4万円から4000円やからね。10%下がっただけやからね。10%も大きいか。え？あ、そうね。10%やね。10%下がっただけやからね。まあ、10%ぐらいで、でもしかも値段がついてるんだったら、こんなことはまあ、たまにはあるわけでね。株式市場ではね。ブラックマンデーは、値段がつかへんという、あの恐怖はね。私、もう、で、バブルでわーっと儲かって、バブル弾けてわーって損して、で、やめてね。今は LINE ヤフーと三菱地所をね、お小遣いでちょこちょこ買ってるだけですけどね。今回ね、株が下がった日ね、4000円下がった日、あの日ね、LINE ヤフーがね、388円で自社株買いするとか言ってね、TOB かけるって。いいよったおかげでね、LINE ヤフー下がらへんかったんですよ。LINE ヤフー、9月の何日かには388円になるんです。必ずね。今こうとったら必ず儲かるんです、あの株ね。で、他の株が下がっていくようなか、ああ、僕の持ってる LINE ヤフーだけは、なんか388円になるらしいわ、っていうことでね。みんな大変やね、って 笑ってたんですけどね。で、それで、つくづく37年前の、もう37年も前か、あれ、あの日のことをブラックマンデーやってね、言ってる人は、これ知らん人や。ブラックマンデーを経験したしね、したことなしでやって思いましたね。1987年というと、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌がマスメディアの権威でした。そうですね。まだね、株価の場合なんかね、月刊誌とかね、そんなのが結構幅利かせてましたね。とにかく、毎日毎日、
株のニュースを聞けるのは、リアルタイムで聞けるのは短波放送だけでね、あと、証券会社にあるクイックとかいうね、キーボードを叩いたら、数字が出てくるやつ。あれ今、どこの家でもね、楽天証券でも、どこの証券会社でもね、契約すればね、もうリアルタイムで見れますからね、株価ね。そこから、あの頃証券会社の店頭にしかなかったものが今みんなの机の上にあるわけですよね。でね、37年前というとね、私初めて株買ったのね、1970年、6年なんです。初めに買ったのはね、三菱電機です。三菱電機をずっと持っとったら儲かっとったんやけどね。で、それからね、37引くでしょ。そしたら、1939か。ああ、まだやね。私がね、株ね、買い出した頃はね、もうちょっと年の人やったらね、70代の後半の人やったらね、ニューヨークのウォール街の株の大暴落。あれ知ってる人いましたよ。兄ちゃんって、俺若い頃なーって。ウォール街で株が暴落してなーって、偉い目に遭うたんやーって。D さんがね。で、その時ね、兄さんアホやなーって。あんな株が暴落したん。気が付かへんかったんかーって。クセスアロラ取ったらね、自分もね、バブル崩壊に捕まってね。だからやっぱりね、経験って大事ですね。で、ちなみに、我々、皆さんもそうなんかな。バブルをね、乗り越えた世代でね、私不得ね、株なんかちょっとね、やってる人はね、今度バブルが来たらね、若いやつがね、株をわーっと買い上がりに行くときにね、売り逃げしようぜっていう、これがね、合言葉なんです。年寄りのね、次のバブルではちゃんと逃げようぜって。1989年、捕まったからね。で、コメントを見ていきましょうか。1987年はインターネットはありません。そうですね。1994年に私転勤したんです。で、その次の年が阪神大震災で、で、阪神大震災のその次か次の年、学校で初めてインターネットってのが入るから、講習会するとか言ってね、コンピューター係の先生が、で、皆さん、こういうのが入りますかって、その時初めてインターネットの見ましたね。だからインターネットが入ったのはね、1995年ですね。で、1990年は、あれありました。ニフティサーブ。あ、ニフティサーブあったわ。1987年。そうそう。MS-DOS でニフティサーブやってた。懐かしいね、ニフティサーブってね。な知ってほしい人まだおるんかって感じやんね。なぜ私なんかが PC8001 世代ですからね。ベーシックというね。パソコンと共に来た人ですからね。で、円高不況からバブルで崩壊って忙しい時代ですね。でね、本当に怖いのはね、ブラックマンデーじゃなくてね、こっちですよ。この金利が上がって株価が下がるってやつ。ブラックマンデーは瞬間的な調整でしたけどね。だから今回もね、金利が上がってね、株価下がったでしょ。だから本当はバブル崩壊。こっちやったら怖いです。けどね、誰か書いておられましたね。今の日本って実体経済強くないから円高時だ。ああ、このね、バブルの時、あの時と今全然違いますよ。だってこのバブルの時ね、本当に株ひどかったですよ。どんなしょうもない株でもね、すごく高かった。今で、まず PR50 倍とかね、
PBR 何倍ぐらい。今ね、PBR、1キットいっぱいありますからね。うん、私の持ってるLINE ヤフーも、三菱地所も、地所 PBR 1.1ぐらいで、LINE ヤフー PBR 1切ってますからね。で、PR も、地所20、倍ぐらいかな。まあ、地所なんて、丸の内持っとんやから。ね。すごい。で、東京の地価が上がって、含み資産、ごっつい含み益増えてるから。バブルの時なんかもう、めちゃめちゃでしたよ。あれから見ればね、今の株価なんかね、なんじゃないです。今の株価、半分にはなるかもしれんけど、4分と1なんかならへんと思う。うん。という点ではね、ブラックマンデーって騒ぐことはないと思う。でもまあ、新ニーサで初めて買い始めた人、ビビったやろね。いきなり20%も下がってる株が出てきたらね。うん。で、まして、信用取引とか、ブルーボンドの2倍とかね。あんなやってる人は大変やったやろね。うん。それで、まあ、その話が一つで。ですね、今日はですね、新ニーサで素人が大量流入しているから、先日の大下げで同様売りで大損した人が多い。そう。やっぱりね、社会科学はね、経験なんですよ。うん。だから、多分私みたいな古狸は、もう買うもね、昔みたいに。元気に買ってるわけではないんで、ちょこっと買ってるだけなのでね、お楽しみでね、お小遣い程度に。ビビりませんけど、新ニーサで初めて買った人はね、経験もないしね、1日で2割も下がったこともないやろうから、まあ、平均で1割か。一番よく下がった株で2倍ぐらい下がってたんですかね。で、同様売りしてる人多いでしょうね。うーん。まあ、でもそんなもんですね。それも経験ということで。あ、高い授業料代やったねーっていうことで。まだ私は上がると思うんですけどね。あれがね、本当にブラックマンデーやとしたらね。ここでしょ？これからまた切り返していくんですよね。次に上がったとこがバブルですよ。次上がったら逃げなあかん。うん。まだ、でね、株式市場がね、まだバブじゃないと思うのは、だって私の持ってる株、LINE ヤフー上がってるもんね。上がってるのは、商社とか、なんか上がってるやつあるんやろうけど。なんであんた、なんで松本先生 LINE ヤフーなんか持ってるんですかって言われたらね、下手くそやからとしか言いようがないけどね。LINE ヤフーなんて去年50万超えとって、500円か。今370円に下がってるから、ね、今年ね、みんなの株がわーっと上がっていく中ね、LINE ヤフーさんはもうひたすら下に下にいてね、下げ続けて、うん、おかげで今回のブラックマンデーもどきのね、株の暴落にもね、もう下がり続けていた、半年間にわたって下げ続けていたLINE ヤフーさんは、びくともせず、それどころか、何をまたか会社が TOB やって言ったおかげで、上がったりなんかしてね、一瞬ね。うん。まあ、すぐに、つられ売りして下がりましたけどね。うん。まあ、人生いろいろあるということで、新 NISA で入ってきた素人さん、いい勉強されたんじゃないでしょうか。うん。くじけないで株買い続けてほしいですね。うん。バブルまで。そしたら、私たち古田の木は、その素人さんに高く売りつけて、LINE ヤフーも売って、三菱地所も売って、もう株やりません。うん。次のバブルで売りに逃げたら、もう私の人生の間に、その次のバブルは来ないからね。次のバブルで持ち株は全部売って、わずかなもんですけどね。全部売って、株からは撤退します。ぜひぜひ。
新ニーサで株式市場に入ってきた皆さん、若い力で株を買い上げてください。で、今日はその話じゃないんでね。今日のメインテーマはね、時代区分の話なんですよ。で、この時代区分論っていうのは、私らみたいなね、素人さん、歴史マニアでも、歴史学者さんと一緒にね、歴史学者さんにビビらず話ができるね、数少ない分野でね、弥助さんの話、ああいうのは、五田先生が、歴史学者以外のもが、歴史家や歴史マニアが何を言ってるんだって感じだしね。それから、渡辺大門先生、何言ってるんかな思ってみたら、渡辺大門先生は、安家の話ってそんなどうでもいい話しちゃうんですか？私もそう思います。安家が侍だろうが何だろうが、体制に影響ないからね。あんな下っ端武士が一人、下っ端が武士であろうが何であろうがね。なんであんなもんが大きな問題になるんだという。そういう渡辺大門先生の意見はもっともやと思いますけど、まあ、渡辺大門先生がね、言うからね、説得力があるんで、私らみたいな、ど素人がね、弥助問題なんか何の意味あるんですかって言ったってね、何の説得力もないね。だからそういう個別のね、ものはもう歴史学者さんにお任せしてですね、この日本史をね、どういうふうに切っていくかっていうのはね、なかなか面白い問題で、皆さんどんなふうに切りますかね。あ、そうそう。来年は昭和100年だから、昭和100年で区切りとか言ってるバカがおるらしいね。昭和100年に何の意味があるんやと思いますけどね。だって昭和の時代って途中で帝国が崩壊して、完全に国が一個変わっちゃってんのにね。そう、帝国と日本国で切れちゃってんのに、それをまとめて昭和って言ったって何の意味があるんやと。いうことでね、そう思いますけどね。例えば、1570年に生まれて1630年まで生きた人の60年、これで何か語れって言われたってね、それって1600年のセクハラか、その3年後の徳川幕府で時代切れてますやんって思うんですけどね。なんか昭和でくくりたい人がおるんですかね、世の中にね。で、そんなことをね、考えたのはね、今、荘園の話してるでしょ？でね、荘園の話していてね、で、教科書、これ中世、ここで切ってるので、御三条天皇のとこで切ってるので、まあ、私もね、一生懸命ね、中世は、ここね、ここで切ってるので、中世は荘園の時代で、荘園の時代を中世と言うんですと。これね、昔はね、平安時代は貴族の時代で、公家の時代で、で、武士の時代が中世やっていうのもあったんですけど、もうこれはね、今否定されていてね、武家と公家に本質的な差はないと、いうことになって。で、室町時代なんかね、公家と武家が融合して貴族になるわけですからね、武家と公家で分ける意味なんかないということになって、今、平安時代が武士で、平安時代が貴族で、鎌倉が武士やという、それはもう間違ってるわ、ということになってますよね。じゃあ、どこで切るんですかということになって、じゃあ、なんで切るんですかっていうことになって、土地制度かなということで、荘園の時代が中世で、で、荘園の前が古代でっていうことにして、で、荘園が出てくるのは遠距の荘園制令、荘園が主流になるのは遠距の荘園制令からだから、御三条天皇を中世の一番前に置きましょうと。御三条天皇が中世の一番前に置いてあるというのは、これは、荘園制ってことで考えないとね、武士が古代、あ、
公家が古代、武士が中世という考え方では後三条天皇で時代を区切る意味がわからないですもんね。ということなんですが、私も、だからね、畑野先生はね、ちょっとちゃうんです。畑野先生、時々ね、ちらっと言いますけどね、摂関政治ってあれ中世なんや。畑野先生ね、摂関政治はね、中世やと思ってるんですよ。畑野先生のね、言うのもね、私ね、最近、そうかなと思い出して、というのは、荘園の時代が中世やって言うんやったら、切れ目って、忠平のとこ？ここちゃうんと。ここまでが古代。縁起の荘園制以来までが古代。高知公民制が古代。で、高知公民制、反田中が崩壊して、からが中世って考えた方が自然な気がしますけどね。ちょうどこれやと、唐の滅亡が907年やから、縁起の荘園制が902年やから、ほぼ日本と中国が同じ時期に古代が終わるしね。切れ目、王朝国家ができるとこ。で、王朝国家の時に武士が出てくるから、中世と古代の切れ目は、時平と忠平の間、こっちの方がいいんちゃうん？の摂関政治は中世やと。畑野先生が言ってるのは、あ、もっともやなと思ったりなんかして、私、こうやって図作ってみましたけど、本当は中世って、ここで切れるんちゃうかなとね、荘園の動画作りながら思いましたね。では、コメントを見ます。私は京都市研究の雑誌や講演会のレジュメでは、年代順に説明して読んでる人たちに、時代の移り変わりをなるべくわかりやすくする努力をしています。そうですよね。できるだけ年代順に説明した方がいいですよね。この教科書の順番って、この順番ってどう考えてもおかしいですよね。平安時代のとこ。道長がなんでここに出てくるんですかね。ただ、もう、領域型荘園が、の位置もおかしいし。この教科書の配置で、ちゃんと歴史理解性っていうのは、それは無理というものではないですかね。高校の先生が少々これを説明し直したとしても、いや、高校生多分分からへんやろね。で、さすがにね、高校の先生もね、時代順にやった方がいいかだというわけで、教科書のページを並べ替えてね、するわけにもいかないんですよね。というのは、自分はそう思ってたとしてもね、何人かでチーム組んで教えてる場合は、他の先生が納得してくれへん場合もあるし、だからやっぱ教科書前から行くしかないから、教科書前から行ったら、この順に山川では出てきてしまうんですよね。西欧や中国の中世の始まりを見ると、中央集権的な統治システムの崩壊の時期かな。まあそうですよね。ヨーロッパはローマ帝国が崩壊して、で、古代的な帝国が潰れた時で、古代終わって、で、中世というのは中央集権的なシステムがないになりますもんね。それで言えば日本も律令国家という中央集権システムが崩壊して、あ、そうか。じゃあ日本で中央集権システムが崩壊したのはいつかということを考えなきゃなるんですかね。摂関政治の時代ってまだ中央集権システムは一応生きてるんか。だから中央集権システムが崩壊して分割民営化になるのはやっぱり領域型荘園やから、中世ここで切ろうという
小三条天皇で切ろうという、そうすると、日本の古代の中央集権システムが崩壊してしまったのはいつかっていうのを、9世紀の終わり、あそこに置くか、11世紀に置くかってことになるんですかね。そうね。でも、なんとなく古代、高地公民制が崩壊したっていうことで言うなら、9世紀の終わりやって言った方が、わかりやすいような気がしてきましたね。今まで、秦野先生が、摂関政治は中世やって言ったときに、なんでそんなこと言うかなって思ってましたけどね。道長は莫大な荘園を持ってるんだと思ってました。そう。昔ね、これ摂関家の荘園ってね、立錐の余地もないぐらいあるんやって、なんか知らありましたよね。いっぱいあるんやって。勉強しましたね。道長がこれ、納めとったんやって。だからそれがね、頭にこびりついててね。だから道長の給料はちゃうでって、あの人の給料は、給付。上からもらうんや。っていうことで、まず頭から切り替えなあかんのですよね。で、道長の時代は荘園が少なかったと。で、それが荘園が多いように変わるから、後三条天皇なんやって、ことなんですね。あ、それ。私も、これ頭切り替えるのにね、いくつか時間かかりました。私たちが高校で勉強したのってね、武士から、貴族から武士へ変わる。それから、時代をリードしたのは、下から上がってきた武士の力だ。この2つ。それから、荘園が道長の時代にある。この三つやね。平安時代は貴族の時代。で、鎌倉時代は武士の時代。で、怠け者の貴族を、元気者の真面目な武士が倒して、鎌倉時代になるんや。それから、貴族たちは荘園持って、のほほんと暮らしとったんや。このイメージをね、自分の中で崩さなあかんね。私たち、1960年代に中学、高校で勉強しましたからね。私たちが中学、高校で勉強していった頃って、今から思うと、それほんまか？それほんまか？ っていうのがね、どんどん出てくる時代だったんですね。で、それが、60年代に、それほんまかいなって言われたのが、研究が進んで、80年代ぐらいに大学の先生の間では大体合意ができて、で、それから20年遅れて、2000年代になって、やっと教科書がね、書き直されていくということなんで、私たち、私のような世代、1960年代、高等学校で勉強した世代というのは、古い歴史学がほぼ完成して、それを勉強したんですよね。で、まさか私たちが一生懸命ですね、勉強している陰でね、それほんまか？それほんまか？というね、研究が始まっていたとはね、ついつい思わへんかったんですよね。1068年に、後三条天皇が荘園制令が出て、1086年に白河上皇が院政を始めてから中行国制度が始まるんですね。そうですね。1086年に白河上皇が院政を始めたというのは、実は違うんです。白河上、あ ?1086 1086でいいのかな？堀川天皇が亡くなってからです。
陰性始まるのはね。うん。どっかに何かな。堀川天皇が亡くなる。あれね、院政ってね、いつ始まったのってね、結構ね、面白いテーマで。まあ、院政っていつから、いつから始まったかってことなんですが、白河が、上皇になるのは確かに1086か7。で、これは数え方にもよりますけども、とにかくその堀川天皇にバトンタッチして上皇になったと、そこやと、言うんですけど、実は白河上皇を政治する気なかったんで、堀川天皇と、それから摂政師匠、師直にバトンタッチして、で次、師通が出てきて、で、師通は天皇の位降りた人はもう黙っとったらええんやって言ってましたからね。で、白河も別にそれでええんやっていうことで、堀川天皇と関白室道が元気な頃は、白河は全然政治なんか興味なかったんです。この時ですね、堀川天皇、関白室道。で、1090年、関白、室道が関白になった時に、有名な言葉を言っています。折の帝の門に車立つようやはある。白河みたいに天皇の位降りた人のところに誰が相談に行くんや。これは我々に任せろ。で、別に窓道がやらなくても、白河は、まあ、それでいいと思ってましたから、うちの息子にこう言ってたらそれでいいんや。で、窓道が亡くなって1099年に。で、堀川が白河に相談行くようになって、白河がちょこちょこ口出しするようになって、で、堀川が亡くなって、次、鳥羽になるのかな。で、鳥羽が天皇になった時、1107年。もうこの時は鳥羽、数えの5歳ですから。で、この時に白河が完全に実権握るんで。だから堀川天皇が1107年に亡くなって、鳥羽天皇が5歳で天皇になったとき、ここからが白河の院政ということになるんです。で、その前、数年間、堀川がもう元気なくしているときが白河院政かな。でもまあ、室道が生きている1099年まで。ここまでは摂関政治です。堀川新政。または摂関政治。室道の摂関政治。室道が亡くなって、まあ一応堀川新政。そして、鳥羽天皇即位とともに白河の独裁みたいな形が始まるということなんですね。うん。で、中央国ってどこで始まったんでしょうね、その中でね。うん。本当や。中央国制度っていつから始まったんだろう。中央国制度って何回も言いますけど、じゃあ中央国って何年に始まったんですかって、正面切って聞かれると、あれって思いますね。いつ始まったんですかね、中央国って。中央国。誰が始めたんでしょうね、あんな制度。調べてみよう。事業国か。事業国。道長の頃にあったんやろか、事業国なんて。事業国とは、ウィキによると、11世紀から12世紀にかけて始まった。イング文国制は、10世紀初頭からあった。治療国という言葉が出てくるのはいつですか？何年とは書いてないですね。院政期に急激に増えた。
11世紀以後は、だからその前からあるんやね、治療国って。で、具体的にじゃあ治療国の第1号は、これだっていうのは書いてないですね。ウィキにも。で、一般化したのは、院政の時代やということですね。堀川天皇は在中の崩御だったようです。堀川天皇はね、藤原の物道とすっごく仲良くて、俺、物道お兄ちゃんに頼って政治して、で、物道お兄ちゃんが亡くなってしまってね、1099年に。その時、堀川天皇は21。ね。ここで亡くなっちゃうんですね。堀川お兄ちゃんが。物道お兄ちゃんが。堀川天皇と関白室道の関係って、1094年は15歳と33歳なんで、今で言うと15歳って高校1年生ですよね。高校1年生のおとなしい勉強好きな優等生と、それから大学出て体育会系で30代に入って、一応一回り担任なんかもやってですね、ああ、何でもできそうな気がするんですよ、30代の頃ってね、学校の先生ってね、自信満々で。その、今で言う自信満々の30代前半の体育会系教師とですね、それから高校1年生でおとなしい真面目な優等生の堀川天皇。このコンビで、うまくいっとったんですよ。むちゃくちゃ仲良く。で、これが6年間続くんですね。で、堀川天皇が大学卒業近くなった年ぐらい、ここで物道がポコッと死んでしまうんです。比叡山の、呪詛で。ほんでね、堀川天皇、がっくり来てね、その後、10年ほどあるんですけど、その間、あんまなんかこう、どうしていいかわからんというか、覇気がなくなって、で、おじいちゃんに相談に行ったりなんかしてっていう感じですよね。で、堀川天皇のもう最後の方って、もうほぼやる気なくなってるというか、28で亡くなったんか。で、子供の天皇が新生する力をつける前に、取り替えることを重ねて、だそうですね。で、鳥羽が5歳で、で、白河、もう堀川って亡くなってますから、おじいちゃんの白河が50歳で実権握って、で、ここからはもう上皇が、というか、白河王家は白河が地点として差配すると。で、白河王家の中から天皇を出すと。で、誰を天皇にするかは白河王家のトップである地点の白河が決めるという形になるんですね。だから天皇家というのは天皇を出す家ということがここではっきりして、で、誰を天皇にするかは天皇家のトップが決める。つまり、地点が決めるということになったんですね。上皇は、で、短命な時代。物道はね、物道以外の人はそこそこ摂関家長生きなんですよ。諸実60。忠実は、この人は84。で、忠通も68ですからね。だから、物道だけが38で、コロッと死んだんで、呪詛で。本当に、
堀川天皇にとってはね、諸道がなくなっちゃったのが不幸というか、諸道がなくならへんかったら、院政なんか始まらへんかったと思いますよ。そうすれば、保元の乱もなくて、で、もっと安定した時代が続いたんじゃないでしょうかね。で、上皇は10世紀末に急増し、11世紀末には盛んに行われたそうですね。10世紀末、900年代の終わりぐらい。あ、この頃になると、受領のね、利益がごっつ大きくなってくるんですよね。受領、この王朝国家って、受領にね、すっごい権限集中するんで。このシステムって、受領のところに、すっごい利益が上がるんです。これ一つはね、縁起の荘園制慰霊で、土地をね、どん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 国有地に戻すんですね。だから勅使伝とか関連とか、あのもやめてまうんですね。全部国有地に戻せ戻せいうことで。で、富豪の連中からも土地取り上げるし、それから勅使伝や関連もやめてまうし、もうほとんどの土地を国有地に全部戻していってね。で、そこから、それを使って国費、税金取ってこいって言うんで。でね、私ね、国費が徴税を下請けするって説明してるね。これ下請けするんやからね、なんぼ取ってこいっていうのは決まってるんか思ったらね、どうもそれは決まってなかったみたいですね。今日本読んでてね、下請けだけれども、いくら取ってこいというのが決まっているわけではないって書いてある本読んで、あ、そうかって思いましたね。まあ、いずれにせよ、この国司にね、上助上左官って司徒官制でしょ。で、上助上左官のうち、上だけに権限が集中していくんですね。で、助、上、左官。こちらの方が、どんどん権限失っていって。じゃあ、神一人でできるんか言ったら、国司は、神は、出かけていくときに、スタッフ連れていくんですって。今の大統領ね、アメリカのね、アメリカの大統領が交代するときに、スタッフをドーンと連れて乗り込んでいきますよね、ホワイトハウスで。ああいう感じで、国司、都で、身内以外にも専門家をたくさん集めて、チーム組んで、で、チームで乗り込んでいって、で、国側を支配するんですって。一人だけで行くんちゃうんだね。それで、その国にある国有地をいかにうまく使って、で、他とたちに、それを契約で任せて、で、どれだけ他とたちに利益を上げさせながら、他との利益を吸い上げていくことができるか。これが国司のね、腕の見せどころということのようですね。で、これが結構うまくいって、国司ってめちゃめちゃに儲かるようになったので、で、国司がめちゃめちゃ儲けたらですね、それを上のものは吸い上げなあかんと、いうことでもあるしね。だから国司の方もむちゃくちゃ儲かってるんやから、もっといい国に回してくださいとか、いや、この国もう一回やらせてくださいとか、そういう形で上の人事権を持ってる公卿たちにお金をどんと、まあお金というよりはね、正確には建物を建てるんですけどね。お屋敷、あ、私が建てます。お寺、私が建てますって感じでね。この頃、ごっついお金がかかるってのは、ほとんど、まあ、お寺建てるか、お屋敷建てるかね。そこに金がかかってるんで、それをどんどん、上皇でやっていくんですね。で、一番多かったのが、10世紀末というと、金家でしょ。で、11世紀、というと、道長から頼通、で、白河、
上皇の時代なんで、白河上皇なんてね、六勝寺って、陸勝寺っていうかな、骨勝寺とかね、こっつい建物、白河の別荘地に作りまくりましたからね、今の平安神宮のあたりにね、あれ全部上皇でさしたんでしょうね。で、呪われたり怖い。怖い。まあ、呪詛ね。寄り道は、比叡山のね、学生たち、僧兵ですけど、彼らが都に強訴しようと乗り込んでくるのをね、武士という機動隊を使って、鴨川で阻止しろって、少々、てらなことしてもいいかとか言ってですね、で、少々てらなことしたらね、なら、比叡山が怒って、呪詛かけてやるとか言って、めちゃめちゃしやがって、で、呪詛かけたら、諸道さんが、偶然でしょうけどね、死んじゃったんですね。ほんで、でも偶然死んだんだけど、それはみんな、これは、比叡山の呪詛のせいや、っていうことになってね。で、その次白河、諸道の次が白河上皇でしょ？白河上皇が比叡山の荒法師にはどうにもならんって言ってるのは、呪詛されるからです。あ、そういうことで白河上皇は比叡山の荒法師に手も足も出ないのかっていうね。諸道がね、長生きしとったらね、ああ、比叡山の荒法師なんか武士使うて、で、ピケットライン張ってね。で、京都に入れるなーって、いうことになったんでしょうけどね。そんな、武士から見れば、比叡山奈良法師なんざ、なもは素人ですからね。武士はプロですからね。手荒なことしてええんやったら、比叡山奈良法師なんか、一クロです。僧兵って、そう言っていいかな、比叡山荒法師って、あれ、身分結構高いんですよね。英士のことも多くてね。で、あいつは民主主義なんです。だから、今度、強訴しようぜっていう時はね、みんなで会議開くんですね。学生大会開くんです。大学の講堂で。で、その時は民主主義やからみんなね、顔隠してね。みんな、顔隠しそうでしょ？あれ、ヘルメットと覆面みたいなもんなんです。で、誰か分からないようにして採決取ってね。で、さあ、やろうぜとか言って。民主主義的に、京都突入が決議されました。では、皆さん行きましょう。で、あれは御神木持っていくんかな？御神、神輿か？神輿か。興福寺の連中が御神木。本当かな？どっちかが御神木でどっちかが神輿ですよね。で、みこし持って、バーは鴨川を渡ろうとするので、それを、京都府警が、武士たちが、ピケラに張って阻止するんで、その時にね、弓を使って得るならね、な一苦労ですよね。荒法師なんかね。しかし、それは使っちゃいけないということをやったけど、諸道が武器の使用を許すとか言ってですね、武器の使用を許したら、僧兵に、荒法師の方に怪我人が出て、呪詛してやる、めちゃめちゃしやがって呪詛してやる。な、諸道が死んだという。なあ、怖いなということになってしまったんですね。で、今日のテーマの時代をね、どこで生きるかという話なんですけどね。このね、どこでね、時代切るかって結構ね、面白くってね。いや、最近の方でもね、ごく最近の方で言うと、明治18681900
945で、今、ウィキで、因宮文国制を調べたところ、908年に、宇田上皇のために信濃の国。へえ。918年に武蔵の受領を。ああ。そうなんや。じゃあ、宇田上皇、どこに始まった制度だよね。うーん。で、結局、国司の利権が大きいから、国司を任命することによって、その国司が儲けてくるものを上が吸い上げようという、それが知行国なので、宇田上皇が始めたのか。で、それがだん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 拡大されていったよね。これ最後のところでもね、新しいところでもね、どこで切るかというのでね、さっき言ったの、明治？え、じゃあ、昭和100年？昭和100年というと、1920から？ 25年か。これで100年やーって、昭和100年って。こんなこと考えとしておるんですね。どう考えたって、どう考えたって前か。もう一個の考え方は、ここが77年で、ここが77年で、で、帝国時代と日本国時代が、もう長さが一緒になって、で、日本国時代の方が大きくなったんですね。帝国が戦争して、敗北して、帝国崩壊した1945年。で、その後がもうすでに帝国時代を超えてるんですね。私はもうこれが一番いいと思ってますけど、まだ帝国時代って言葉は教科書には出てきませんね。だけど帝国時代なんかを明治と大正に切る意味もあまりないと思うけどね。今となっては。今教科書はまだそれでも明治時代。大正時代。ほんで戦前って言ってるんか。で、ここからだと昭和で100年できようという。なんかそれ。で、明治以降でもね、この A の切り方、帝国と日本国に割ろうという切り方、明治、大正、昭和、平成で切ろうというやり方、だから昭和100年で切ろうという、切り方ね、いろいろあって、これはやっぱりどの人にもその人の歴史観が現れてるからね、面白いですね。私が家にこだわってるのは、ほんまにもあの戦争でめちゃめちゃして、あんなめちゃめちゃなことをする、ね、侵略戦争した挙句に国民がいっぱい死んで負けてもらうような帝国は滅びてしまえというね。私みたいな人にとっては、それはええでしょうって。帝国の滅亡で一つの時代が終わったんだっていうね。で、この帝国の滅亡というのを、できるだけ小さく扱う人たちが B とか C なんでしょうね。それでね、前の方なんですよ。新潟県史によると、源の三成頼仲は、1073年正月の時刻で、日宗寺造営の功により、越後守に任じられたほか、1073年というと、白河ですよね。白河天皇の頃ですね。あ、この頃に情報が多く見られた。で、知行国の最古の例のよう、これ、タイミング的にこれは王朝崩壊の一行によるものかと。やはり、律令国家って、法治国民制って、だん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 こう、うまくいかなくなってきた最後に、亥の異変でとどめさされるんよね。
でね、この前の方ですけどね、これどうやって切るかなんですが、一応、今、この辺で、中世にして、で、まあ、700年ぐらいのとこ、大宝律令、大化の改新ってのはいまいちやから、まあ、ざっと切れば、ね。で、1500から1600。1868な。で、ここが古代律令制。で、ここが中世。小遠征。で、ここが幕藩。で、資本主義。これが今の一般的な切り方ですかね。で、昔、私たちが中学ここで勉強した頃は、ここが貴族で、で、ここが武士でか。で、武士の中が鎌倉幕府と室町幕府と江戸幕府に分かれます。で、ここからが市民平等だという明治以降がね。そしたら中学高校で勉強したのでこんな感じやったと思いますけどね。だから貴族から武士へのこう交代というのがすごく重視されて、で、市民平等がえらく重視されて、で、その反動で、士農工商というのがね、すごく大きく言われて、で、今、士農工商っていうのはね、実はなかったんだってなやつありますよね。士農工商がなくなってしまえば、市民平等も、なくなっちゃうんだろうか。で、もう一個面白いのは、村の時代ってやつですね。村ができたのが、鎌倉の終わりぐらい。この辺か。まあ、一応、1400。まあ、1300。一番いいのはね、1350にすると、一番わかりやすいのかな。1300するのがいいか。1300。700。こっから前、650、650。これが一番ちょうど真ん中に来るんですかね。1350にしたらね、ここね。で、ここが村の時代。ここが、ビフォア村。ここが村の時代。で、今私たちはアフター村、村がなくなった時代に入ろうとしている。今私たちの前で起きている混乱のほとんどは、村という縛りがなくなった結果、起きている問題なんだっていう見方。この一番下の、このビフォア村、か村、アフター村、これってね、これって結構ね、当たってると思うんですけどね。で、皆さんこれ、どう思います？それからね、
もう一個ね、高度経済成長で切ろうというのもあるんですよね。日本史は2つに分かれる。1つは高度経済成長。高度経済成長より前と後。この高度経済成長で日本史を2つに切ろうというのはね、誰が言ってたかな？写真家のね、名前最近すぐ出てこないけど、とにかく日本の風景というのは高度経済成長の時に変わった。で、高度経済成長の前にあった美しい日本は消えてしまった。これはね、私なんか古い写真で写真集とかでしょ、思いますね。1960年代前の日本と、それ以降の日本ではね、全然違います。それから、一番変わったのはね、高度経済成長の前はね、歩いとったんです。だから歩く時代。それが、歩かない時代、自動車の時代に変わった。これってね、結構すごいことでね、歩いて農業をしてた。で、今歩かない。農業しない。だからね、日本のね、立地条件ね、例えば、土地でもね、1960年代までは田舎の土地って普通に価値あったんですけど、今も田舎の土地なんかね、何の価値もなくてね、不動産、言われて。もう土地も取ったらえらいことになるから、いかにして手放すかというね。もうお金をつけてても手放したい。ってのが今、日本のほとんどのところなんですね。東京、まあ極端に言えば東京だけ。土地に価値があるのは。もうそれ以外はもう、まあ名古屋とか大阪もまあ準東京として、もう日本の国土の9割以上は、土地ってお金つけても誰かに引き取ってもらいたい。持っとったら損するというね。だから親から土地だけは残さんとってなーってね、言われるという時代なんですよね。それから、うち商店でしょ？だったでしょ？だからみんな歩いて買い物しとったからね。江戸、明治、大正、昭和。ずっとね、いいとこはずっと良かったんですよ。それがもう何百年にわたって商売するにはいいとことされていた土地がね、1970年代、車が入ってくるとともにね、全然あかんとこになってしまってね、でも全国の商店街全部廃れて、今車でイオンのショッピングモールに行きましょうというね、時代になっちゃいましたよね。なんか商売で見ると、1970年代までと後、という切り方もあるんですね。これから人がいなくなる土地の価値が低下しますね。そうです。で、東京の建物の価値が上がってるのは、あれバブルの前ですよ。日本が円高になってた時にね、1980年代。あそこで、日本政府は内需拡大で2つやったんですよね。リゾートを作る。巨大リゾートを。例えば、宮崎シーガイアとかね。で、もう一個は、東京の土地の容積率を緩和して、上へ上へ積んでいく。で、地方に、大規模リゾート作ったやつは大体失敗してね。宮崎シーガイアも、長崎ハウステンボスも、ほぼダメで。で、東京は上上積んでいけるから、その土地の価値上がっていきますよね。で、今それ続けてますよね。どん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 ね。
から東京の土地が広がり続けてるんですよね。2階、3階、4階上で積んでいけばですね、面積なのに広がっていけるわけで。この1階とね、2階を別々に数えればね。で、3階やったら面積3倍になりますからね。で、これだと2倍、3倍になっても構わへんわね。上へ積んでいってもええんやったら。うん。というわけで、東京一極集中、東京で、その反面、上に積むことができない土地。積んだって、なんか借りる人もおらへんしね。で、ここで細々と小さなお店やってるとか、それから、米作ってるとか、もうこういうのはもう全部ダメ。これだけ丸になったんですね。これは今ですね。で、今までの土地が価値を失ったということで言えば、1970年でもって日本史は2つに切るということもできる。これね、意外と大きいかもわかりませんよ。1970年代、高度経済成長でもって日本史は変わった。日本史を2つの時代に分けられる。高度経済成長以前。高度成長以降、うん。で、さっきも言ったように、今、地方の土地ね、もう、何としても手放したい。いつ手放すかというとね、親が死んだときに相続放棄で手放す。ですね。売れないから、買うてくれへんからね。処分できへんのですよ。人に渡せないんですよ。それで、自分のもんちゃいますって言うチャンスは、相続放棄するときにチャンスが生まれるんです。うん、で、そのときに、親の持ってる現金と土地と、ということですけどね。うん、これ、両方とも放棄せなあかんからね、放棄するときね。だから、親はね、お金をね、できるだけ絞ってね。ほんで、不良の土地を全部かき集めてね、この形にして。で、これで、まとめて相続放棄してしまう。ガサ。そうすれば、子孫は土地の束縛から逃れられるんで。うん。ね、つくづくね、思うんですけどね。まあ、多分右の方の人だと思うんやけどね。中国人とかがね、もう外国人がね、日本の土地を買いまくっとうってね、怒っとう人おるけどね。買いまくっとうどころか、こうって、ただでもあげるわっていう土地、日本いっぱいあるんですよ。うん。だって日本人こうてくれへんのやもん。日本の土地。で、外国人こうてくれるんやもん。それは売りますよ。で、本来、外国人に日本の土地を買い占められたくないんだったら、日本人が買えばいい。または日本人が手放さなくてもいいような制度設計すればよかったんです。今はもう日本の制度設計では、東京以外の土地は二束三文やから、というかむしろ持っとったら大損こくからね、将来自分の子孫に迷惑かけんとこうと思えば、もうできるだけ、土地は手放してしまう。でね、土地持ってるとね、リスク大きいんですよ。うちもね、ちょっとだけ山あるけどね、その山崩れたらどうしようとかね、余計な心配せなあかんでしょ。だからもうできるだけね、でもまだそんな土地に限ってね、売れへんし、価値ないしね、でただ言っても、引き取りでもあらへんしね、で、それが何かの時に土砂崩れもあったらえらいことになるでしょ。本当にね、土地って迷惑なんですよ。あとお墓ね、お墓。これも迷惑なんです。だから今、地方の人たちは、お墓をいかにしてて、お墓はもう作らない。今までやったお墓は片付けてしまう。土地はとにかく手放していく。っていうことをね、
東京の人たちは知らないんじゃないですかね。もう日本がそんなことになっちゃってるというのをね。ね、これ聞いてる皆さんが、日本の、その、ね、東京都市圏に住んでるか、それ以外に住んでるかによってね、見方はガラッと違うと思いますけどね。というわけで今日はね、土曜の夜で別に喋ることがないのでね、相続放棄しても管理で周りに被害があったときは管理責任が残る。あ、そうなんですか。あ、だからその、放棄して完全に自分のものでなくしてしまうんです。なんかそんな制度あるらしいですよ、今。で、もちろんね、その時にね、周りに被害が出そうなものは、受け取ってくれません。だから、そう、きちっと、崩れそうなとこは崩して、で、家はもちろん全部撤去して、更地にして、で、この更地は、将来、崖崩れなんか起きませんという状態にして、で、放棄するんです。大変です。相続放棄ったってね。だからそのためには、建物を潰すだけでも何百万もかかるでしょ？といって、建物持っとったらね、それがまた壊れたらええことになりますからね。えらいことなんですよ、地方に住んでると。今、私がここ話すと、今、後ろにずっといるね。これらの実家ですけど、もうこれも本当ね、どうしようっていうことでね、誰か欲しいって言ったら、はい、どうぞって。その代わりもう一切私は知りませんからね、何が起きようと。でね、あと全部あんた引き受けてねと。1960年代からの高度経済成長で、道路や鉄道や団地や企業地が進み、土地の開発が進みました。その恩恵で、いくつかの地域で古代中世等の遺跡が、そうなんです。工学研究が進んだのにはね、それあるんです。1960年代からの高度経済成長だっちゃぶり掘り返した結果ね、特に土器とかね、考古学はすっごい進歩したんですよ。これもそれ以前の、考古学とはね、もう雲泥の差ですね。で、まだまだね、掘り返して、で、整理しないで、とにかく箱に詰めて置いとうもいっぱいあるんです。地方にはね。もう大変ですからね、掘り出したものを整備していくんね。使わない家持っていても修繕費かかるの。そうなんです。修繕費かかるんですよ。だから、旗本浅野という若さの陣屋の札座。あれね、雨漏りしたってね、今回、少しお金集めて修理しましたけどね、大変ですよ、修繕費ね。今、私が住んでるこの家もね、で、雨漏りはさすがにせえへんけど、でも、配管がね、水道の配管が、やっぱりやられるんですよね。50年もすればね。すると、水道の配管止めなあかんっていうんでね。今私が住んでるこの家はもう、水道の配管が壊れるたんびに、もう、水道屋さんに、もうそれ下で止めてと。上水いかんでええから。だから、あちこちの部屋で水が出なくなったりね。私、この今住んでる家ね。広い家なんですけど、どこそこのトイレの水出ないよ。いや、それ下で止めたからって。で、最小限の、私のこう、ね、座ってる周りにあるとこだけ電気と水道動いてますけど、あとのとこはもう壊れたら、あそこ水道止めるわ。そこももう、あ、もう下水止めるわ。そういう縮小金庫に
入ってます。うん。大きい家ね、残してもらうとね、だってこれ建てた頃はね、1970年代でね、一番元気な頃でね、日本が。で、親父が、木造に見えますけど、実はね、H 型号なんです。でね、親父にね、まあ、こんなね、H 型号で建ててどうするんやって、京葉鉄骨じゃなくてね、H 型号で。ほんな親父が、おあな、松本商店かな、大きなったらな、上3階、4階で、詰めるようにしといてあるから、って。ということでね、そういう時代だったんですよ、70年代は。とりあえず2階建てしといて、で、3階、4階と詰めるように、基礎、しっかりしとくから、お前頑張って、3階、4階詰めってね。今も、とんでもないことで、そんなことしてしもたら、これ、バラすのに何ぼ金かかるんや、なことになっています。で、今日はね、雑談をね、しましたけど、はい、先々、あ、そうそう、インフラね、ま、い、うちの家だけじゃなくて、もう、まじごとインフラがダメになるでしょうね。うん。特に水道、大変やと思いますよ。うん。国がどこまでね、メンテナンスかけて維持できるかね。うん。電線はね、そんな高くないみたいけどね。水道は大変です。特にね、下水。あれは大変ですよ。水道はね、まだね、圧力かけて動かしてるからいいんですけど、下水道ってあれ自然に流れるんですよね。微妙な傾斜で。あれやられるとえらいことになるんですよね。うん。都市部以外はボロボロになります。で、都市部もお金のない都市は維持できなくなるかもしれませんね。そういう点では、電柱の地下化してね、その時にガス管も水道管も下水管も全部大きなものの中に入れて埋めてしまうというのが一番いいらしいですけどね。うん、パリはナポレオン3世の時代にやったんでしょ、それ全部ね。うん、日本はやろうやろうって言いながら、依然としてダメですね。ああ、小池さんが電柱ゼロとか言ってたけど、全然つまりね。東京みたいなとこでもまだ電柱あるんでしょ？うん。でね、これちょっと話それますけど、日本の風景ね、今写真撮ってもね、もうほんと汚いんですよ、日本の街ってね。何が汚いかというと、電柱、次に交通標識、それから、しょうもないね、店の看板、赤とか青のね、もうそれでね、風景なんかもうぐちゃぐちゃ。だから本当に1960年代、高度経済成長までの日本の街、美しいですけどね。で、さもさりながらね、じゃあ、昔の街が、に日本がええかって言われたらね、電柱まだありますか？うん。もう電柱なんて、ないのが普通でしょ。ヨーロッパなんかもそれ全部埋めちゃったんでしょ。そうするとね、地震の時でもある程度耐えますからね。あ、せやけどね、綺麗やからその時代に戻りたいかって言われたらね、やはりね、1960年代までの日本はね、今と違って、事件多かった。殺人も傷害も多かったしね。上の町でも給料日には給料を持って帰るお父ちゃんを自転車引きずり倒して金奪ったっていうことあったんですよ。そんなん今ないからね。今の方がずっと安全になってるんです。それからね、あとね、アマゾンプライムでね、昔の映画ね、見たらね、
やっぱり1970年代までの、住んでるとこって、貧乏、貧しいね、日本。なんだかんだ言ってね、60年代、70年代。70年代っていいような気がするけど、やっぱ貧しいですね。映画見たらね、神田川とか赤ちょうちんとかね、見たらね、なんて貧しいんだって思いますね。昔は舗装してない地方の道、珍しくなかった。そうです、そうです。なんせね、日本は、1960年代は国道でも舗装してないとこありました。さすがにね、一級国道ってね、2号線とか8号線とかね、そういうのは舗装されてましたけど、250号とかね、その3桁国道になったらね、舗装したのいっぱいあったよ。だから車で走ったらね、下から石がね、跳ね上がってね、で、ピシッカタカタ。で、そんな道で鍛えられてましたから、日本の車はね、ラリー強かった。なんすか、ブルーバード510が、サファリ？ラリー？で優勝したよね。赤いブルーバード 5103S。石原裕次郎が主演で映画ありますよね。なんて映画やったかな。石原裕次郎がブルーバード 3S。真っ赤なやつに乗ってね、アフリカを走っていこうというね。なぜ日本の車、頑丈やったんです。そこしてへんかとかね。という昔話をしているうちに、もう、夜も更けてきたので、今日はこれで終わりにしたいと思います。明日はね、なんと、光る君へはないんです。なんでないんって言ったら、オリンピックのせいでないんですってね。知らんかった。先週、光る君のライブしてて、で、NHK 最後に、次回は18日って出てて、なんで？とか言ってね。で、光キンメライブで、なんか来週はないらしいですって言ったら、来週オリンピックですって言われて、そうやったんということですね。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。おやすみなさい。